さあ、参りますよ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。こんなに美しい花火ですよ。死になさい。それと死になさい。消えなさい。反撃させてもらいますよ。死になさい。ほら見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。ご覧なさい、こんなに美しい花火ですよ。消えなさい。鍛え直せ。
もう許しませんよ。ほら見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。消えなさい、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 それ死になさい、消えなさい、消え、死になさい、はい、こいつどこかで、どこかで見たことが。あいつだ、惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。バン、オラに元気を分けてくれ。ソラ、なんと、なめらくはいい、オラソラ、ソラ、僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、こっちだフリーザ。ハエがまだ逃げずにいたか。やめるな。ほら、僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。まあ、バン、
こそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが！バン！それ！バン！ダー！ちょっと脅してやるか。覚悟はいい？目障りだ！ほら、やめるな！俺が行く。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。どうした？やるね。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミに捨てやる。よし、できたぞ。やる。しまった。そんな。フリーザだ。逃げろ、おめえたち！貴様らを許すと思うか？一匹残らず生かしては返さんぞ。ダメージを食らっても貴様らごとき片付けるのはわけはないぞ。これは怒ったぞ、フリーザー！
わりだ、フリーザ。この星を消す！星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。5分もあれば十分だ。貴様を倒す。仲間と共に地球から乗ってきた宇宙船で脱出。残念だったな。希望が残されているのは俺の方だ。少なくとも貴様よりは大きな希望が。少し焦りすぎたかな。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せ。俺のフルパワーで蹴りをつけてやる。バー見せてやるぞ。これで70、いや 100%。 待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。俺は11なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって？僕たちを？何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ。誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。何？くたばるのはそっちだ。
そこだ。そこだ。さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ま、ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ。ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ、あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。この様子じゃフリーザ、おめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うためにずいぶんとトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものが、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。
あ、それ星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。おめおめと逃がすとでも。少し黙りましょうか。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんでよ。やっぱ無理みてえだな。この手出すかな。クレック、この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。安っぽいネーミングですね。ゴールデンフリーザー、これも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず。さあ選手交代だ。ここで見ていろ。そら舐めるな。邪魔ですね。殺して差し上げます。邪魔ですね。貴様の時代はとっくに終わっているんだ。二度と蘇るんじゃないぞ。くっ、お前たちもね。さあ、行きますよ。
フィニッシュだ。これで落としてやる。おやおや、誰かと思ったら孫悟飯さんじゃないですか。私を助けてくれたんですか。同じ第七宇宙の仲間ですから。いいんですか、私なんか助けても。今度は本当に裏切るかもしれませんよ。その時は僕がこの部部隊から落とします。いいでしょう、ひとまず共闘といきましょうか。足手まといにはならないでくださいよ。ええ、分かっています。おい、ディスポ、僕たちが相手だ。一発当てたくらいで調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。そんなことを言っていられるのも今のうちですね。化け物を呼び寄せてしまったようですね。ジレン、あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。やれやれ、少し埃がついてしまいましたね。思い知らせてやりましょう。してしまう。フリーザ、僕をおとりにしてください。なるほど、さすがリーダー、素晴らしい作戦です。地獄の底までね。やれ。さん、まだ遊んでいるのですか。少々遊びすぎですよ。
様。お忙しいところ失礼しますよ。さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そろそろあなたの戦意とやらを私にぶつけてみせてください。できるものならね。さようなら、正義の戦士様。邪魔ですね。おやおや、さすがは正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義は武部隊の外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。そらそらそらなめんな。いらん。もう正義はいらん。覚悟は決めた。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。派手な変身でも見せてくれるのかと思えば、そんな怖い顔をしてもどうにもなりませんよ。だといいが。ま、試せばわかりますよ。おや？こいつを喰らえ。ねえ、破壊って、いかに俺たち破壊神だけの力。覚悟を決めたトッポは破壊神と同じ。そう、破壊神トッポの誕生だ。何が破壊神ですか。このゴールデンフリーザには無意味ですよ。破壊の力などすでに経験済み。片手で十分ですよ。そら、こいつを喰らえ。ねえ、恨みっこなしでお願いしますよ。言ったでしょ、どんなに苦痛に邪魔ですね。油断大敵、邪魔ですね。こいつを喰らえ。ねえ、邪魔ですね。
この場で貴様を破壊するのはたやすいが、それでは失格となる。ゴミはゴミ箱に。だったかね。そら！前はフリーザ。17号さん。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさと奴らを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。じゃあ無駄なこと。もう戦えないものを武部隊にあげるのがお前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。それに二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。この私にね。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。まさかこの私はゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、隊長。任せっぱなしになっちまってよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。フリーザー、オラたち全員とっくに限界を超えちまってんだ。今ここで3人が協力して立ち向かねえと第7宇宙は消えちまうんだぞ。やっぱジレンはすげえ。たった一人でここまで強くなって、オラたちが束になってもかなわねえかもしんねえ。差し上げます。はい、とガッと。お塩も壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ。覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、俺は約束を守る。それおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、
今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか？死んでも治りませんよ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。いいんですか？私は悪事をやめるつもりはありませんよ。その時はオラが倒すさ。さてどうなりますかね。